おはようございます。2月16日火曜日、新聞コラムの音読を行います。今日の三経名の表題は次のように決めてみました。ファイザー、アメリカのワクチンはビオンテック、ドイツとの共同開発。では音読します。中国武漢で発生した新型コロナウイルスを小蘭で最初に取り上げたのは昨年1月22日である。その10日前にすでにワクチン開発が始まっていたとは、14日の日本経済新聞電子版のインタビュー記事で知った。ドイツのバイオ企業ビオンテックのウグル・サヒン最高経営責任者は、医学雑誌で新型肺炎の記事を読み、世界的な大流行になると直感した。すぐに妻で会社の最高医療開発責任者でもあるオズレム・トゥーレ氏と相談して、ワクチン開発に乗り出した。会社ではウイルスの遺伝子の一部を人工合成して人に投与する新しい技術を使って、がんの免疫療法の研究を進めてきた。この mRNA ワクチンが新型コロナで初めて実用化された。日本でも17日からようやくワクチン接種が始まる。米製薬大手ファイザーのワクチンと報道されているが、正しくはビオンテックの技術をもとにした共同開発の賜物である。将来、新型コロナ収束の立役者として歴史に名を刻まれるかもしれない夫妻は、そのルーツも注目されている。トルコ出身のサヒン氏はドイツで出稼ぎしていた父を追って移住したトーレ氏。はドイツ生まれのトルコ系移民2世である。共に医学の道に進んだ2人は大学の研究所で知り合い、結婚後に会社を設立する。今回の快挙はトルコ系移民の統合を目指しながら何度も挫折してきたメルケル首相にとってはとっても何よりの朗報であろう。ルーツといえば、ファイザーの社長はギリシャ出身である。コロナ禍の主因として国境を越える人の移動が加速するグローバル化がやり玉に挙げられた。そのコロナにデジや国境にとらわれない人の連携、つまりグローバル人材が立ち向かっているという構図も興味深い。令和3年2月16日火曜日、新聞コラム三経名の音読を終わります。
ありがとうございました。